いや、処刑されちゃってないんじゃない？だって、魔女と共に、どこかへ行ってましたよ。捕まっ、処刑されたのか。私たち森のフクロウの身代わりにあいつは。なんかさ、魔女さんは全然許してたというか、なんか、むしろ、全てを知っていますよ、私は、みたいな雰囲気出してましたよね。あまり大統領を襲ったサイファーさんを捕まえようみたいな、なかったよね。確かに、サイファーを巻き込んだのはあなたたちよね。責任感じてんのか。そもそも、リノアとサイファーの関係は、いやでも、ゼルはさ、救われたけど、バラムガーデン無事で、今度はリノアが、こういう時にスコール、さっき教えてもらっただろう。いけ、スコール、大丈夫だ。サイファー無事だよ。私は、あいつのこと大好きだった。無事じゃなくていいかもしれない。そんなこと言ってる場合じゃないわ。いや、言ってやれ。スコール。絶対大丈夫だって。彼氏。どうだったのかな？私は恋してたと思う。あいつはどう思ってたのか。今も好き。いやー、でも処刑されたって聞いた後に、そうだったらこんな話できないよ。あれは1年前の夏の日々。でも未練あるんじゃないの？いや、絶対。いや、言ってやれよ。さっき、学んだんじゃねえのか、スコール。問題児ほど可愛いって言うけど、その範疇を超えていた。いや、でも絶対無事ではありそう。なんかさ、世間的にあえてサイファーを殺して、FF12 だったらそういう展開はあったけども、大統領があえてサイファーを生かす理由。いや、さすがにないか。嫌いだったけども、でもさ、なんかさ、死んでしまった、処刑されてしまったって言ったらさ、それは悲しいよな。敵討ちか。俺も死んだらこんな風に言われんのか。スコール。いや、そうだよ。スコールはこうだった、ああだった、過去形で好き勝手なこと言われんのかね。言ってくれ、俺のこともそう言ってくれるのかなじゃなくて、言うんじゃねえぞ、この野郎みたいなこと。どっちなんだ？そうか、死ぬってそういうことか。スコール、俺は嫌だ。俺は嫌だからな。急にそこだけ発しても、コミュニケーション取れませんよ、スコールさん。なんだよ。怒ってる？俺は過去形にされるのはごめんだからな。情緒不安定なやっちゃな。どんどん。あ、雷神、あれか。サイファーを追って。ということは、風神さんもいますよね。何をしてるってお前、あ、伝令？指導学園長から、知らんわ、そりゃ。どういう、このガーデンの偉い人に渡しちまったもんよ。影の取引、影の交流。何を伝令した？うわ、知らないんだ。サイファーは一緒じゃねえ。知らないんだ。いや、スコールあっさりいっちゃうんか。え、風神さん大丈夫かな？嘘。ガハハ、そりゃ嘘だもんよ。おとなしく裁判なんて受けないもんよ。黙って処刑なんかされないもんよ。サイファーに似合わないもんよ。訪問。サイファーに会いに行くんじゃな、スコール。俺たちはサイファー探しにガルバディアへ行くかな。いや、この2人の方が全然前向きで行動力がある。さあ、集合。出遅れた。出遅れた。待って。みんな待って。待ちぼうけ食らっとるやないか。車引かれますよ。あ、来た。え？乗れってことですかね。みんな車の前に、ちょ、危なくない？大丈夫？こいつ、偉そう。ご苦労、ドドン、マドンナではなく、ドドンナ。まあ、男だしな。命令が届いた、使徒から。全面的に使徒学園長に協力するという結論に至った。実は我々も以前から同じ目的のために作戦の準備を進めていたのだ。この任務の重要さを理解してもらうために、現在の情勢を説明しておく。楽にしたまえ。魔女がガルバディア政府の平和施設に任命された。知ってるな。うん、知ってる。その場にいましたからね。そうだな、脅迫。魔女は人々に恐怖を与える存在。よって公平な話し合いなど不可能。ガルバディアは魔女が振りまく恐怖を使って、自分たちに有利な条件を他の国に認めさせるつもり。最終的にはガルバニアによる世界支配が目的なのは明白である。もちろん我々や君たちのガーデンも例外ではないだろう。事実、すでに魔女はこのガーデンを本拠地にすると通達してきている。確かになんか演説の場あったし。我々は君たちに世界とガーデンの平和、そして未来を託す。こんなさ、子供たちに任してええんか？まあ、RPG ってそういうもんだけど。具体的な任務内容は命令書で確認したまえ。いや、シードなったばっかよ。そんな重要任務。はい。あなたが行けばいいんじゃないですか。命令書によると方法は狙撃。銃使えるんか。まあ優秀だからな、スコール。あ、いない。我々の中には銃を使えるやつがいない。その点は心配しなくてもいい。ガルバディアから優秀な狙撃手を出そう。じゃあ全部ガルバディアでやれよ。我々より優秀なやついいんじゃないの？キニアス。オービン、キニアース。もう、アービンって名前が弓使い。え？あ、そうね。虫かと思った。アービンっぽいわ。その帽子がアービンっぽいわ。新しい仲間？腰悪そう。狙撃は彼が完璧にやり遂げる。狙ということは我々の任務はでは準備ができ次第出発したまえ。いや失敗許さないって言うんだったらさ、せめてさ、なんか、せめてさ、なんかすげえ武器くれるとか、すげえお金くれるとか、いや、バカ、なんか、銅の剣と100ゴールドみたいな世界救ってこいみたいな、おい、嘘でしょ ?FF15 だとこれラスボスなんじゃないのアービンさん。バラムの田舎者と、はい、協力します。よろしく。ゼルがなんか嫌いそうだね。ゼルとこいつは一緒にしない方がいい。同じパーティーになった瞬間にゼルがゼルアービーに攻撃しだしたりすんのかな。それはそれで見てみたいけど。次の仕事は命令。魔女を暗殺する。手段は遠距離からの狙撃。俺たちはサポート。狙撃作戦が失敗した場合は直接バトルで正面攻撃。そのパターンもあるんだ。僕は失敗しない。ドントウォリーだよ。確実に魔女を倒すべし。これが新しい命令だ。まずガルバディアの首都デリングシティへ向かう。そこでカーウェイ大佐と会って具体的な作戦の打ち合わせをする。カーウェイ大佐、さてデリングシティまでのパーティーを決めるってことでしょちょっと待って、勝手に決められた。ゼルと一緒にしたかったのに。女の子じゃあキスティ先生怒っていいんじゃないこれ。ちょっと待って、これキスティ先生が怒っていいんじゃないねえ。アービンは俺が監視しなきゃいけないでしょ。でゼル残してゼルハーレムにすんのもなんか悔しいから、キスティ先生がいれば大丈夫でしょうってことでこうでしょう。これでいいだろう。なんだよく分かってらっしゃる班長さん。いやそうだよ、お前の目的よく分かってるよでジャンクション、一応さこっちのパーティーだけ使っていくんかな。で、デリングシティか、オッケー。西へずーっと行く。てかあれか。列車で行けると。やべえよな。何が？戦争だよ、戦争。お前のなんかこの股の開き方がやべえよ。魔女戦争を繰り返す。しかももっと嫌な噂。マジ？お前ギャルだからいいのか。このガーデンを本拠地にする。でもなんかされそうな演説の舞台あったしね。ガーデンが乗っ取られギッタンギッタンにやられる。うわ、3000ギル。歩いていこうかな。いやでもせっかくだから乗るか。24000あったしな。なんかイベントがあるかもしれんし。いやまたむさ苦しいパーティーで。セルフィーリノアキスティス決めることができるのか。僕にお前決めてたやないかお前キスティス先生明らか外してたじゃないか。明らかね決めてましたよね。豊島は嫌いだってぶっ殺されますよ。うん、列車出ないね。なんで？お。みんな乗ってきた。お、殴っとけ、殴っとけ、先生。見渡して。で、発射か。なんか結構、速そうなエンジン積んでましたよね。デリングしていくのってこの列車乗るしかないもんね。歩いて行けたりは。てか、そういうこと？あ、結局ないよ。2パーティーに分けたけど、同じ列車乗ってるじゃんってこと？確かに確かにおいおいおい、なぜ2パーティーに分けたし。意味なかったわ。いや、3歩くらい歩いただけでした、このパーティーで。あ、ナンパしてる。一切興味がない。お先にかわいいなぁ。決めちゃおうかな、私は。私決められるかもしれないな、これは。もう。あ、逃げられてる。リノはさ、性格ちょっときついし。誰も分かってくれない。狙撃手は一人ぼっちなんだ。あ、なんかもう、ちょっと若干うざいわ。確かに大変だとは思うけども、怖いんだ。え、なんかちょっとそれでなんか、母性本能をくすぐろうと、ちょっとくらい羽目外してもいいじゃねえかよ。ダメです。なんて言ってみた。ダメです。おい、ゼル壊したんじゃないよな。おいおい、振動でアナウンス来てるじゃないか。危なかったよ。で、お、はや。あ、下？あ、地下から。面白い。こっちが上りか。よかった。下りの方に乗ってたら、なんか、子供に悪い大人を見せるとこだったわ。わー、何？右になんか、エヴァみたいのいない？あ、でかい。初号機いない。若干怖いんだけど。これどうしたんじゃないよ。右。ああ、そうか。ラグナ編で来ましたね。でもさ、マスターが戦ってたのがラグナだとしたら、ラグマルがラグナだとしたら、あれって過去で、だから前回の魔女戦争の時って、っていうことはないかな。いるんかな、会えるんかな。あ、まあ発掘現場行っちゃったからもういないのか。あほら、渋滞解消されてますし、さすがにか。あらららららら、バスに行っちゃった。行っちゃった。気になるからさ、ホテルとかいろいろ前回行けたところを探索してみようか。いや、男ばっかで来なきゃよかった。行っ旦止まってみる。特に、あった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 、ティンバーマニアックス。やだよねー。読んでしまった。止まるの結構大事かもしれん。あ、私と勝負しようってのね。セーブしてくるわ。いや、女の子にさ、そんなこと言われて、逃げるわけにはいかんよな。さあ、ルールを教えてくれ。オープン、ランダムハンド、セイムが追加され、エレメンタル1か、セイムか、オッケーオッケー。同じ数字でもひっくり返るようになった。でも敵も手札弱いから、こちらの手札弱いのが、どうだろうか。いや、こいつひっくり返すと、結局、もう一箇所でひっくり返されて、こいつは敵のカードになってしまうから、ここは敵と同じ作戦、あえて角に置いていく。で、取らせて、これを私が取れば、右下は確実に自分のもの。で、左下、どれを取るかだな。下の2枚はどっちか取れば確実に自分のものにすることができる。2枚返しちゃうけど、こっちかな。で、もう下返せないけど、ここでこれ入れれば、あ、セームじゃないの？あー、でも勝った。あれ、22セームでひっくり返るのではなかったんだっけ？お、セームのルールが分かってないかもしれん。何が欲しいかと言われたら、全部微妙じゃないか。これ、なんか、プリン持ってなかった気がするわ。プリヌラ。あ、セイムってあれか。2辺以上同じ場合か。1箇所が同じ場合じゃないんだ。2辺か。オッケーオッケーオッケー。結局、お、作れる、まさか。やった。え、リノアの新しい武器、3上がる。いや、でも200で作れるんだったら改造しておこうか。やった、武器改造トロフィー。武器がやっとか。もっと雑魚と戦って材料集めんといかんのかな。ちなみにさ、ここ行けますよね。地下に、ま、先上行くか。やはり上は特に何もなくて。で、地下が、下水道になってるんだっけ？ん？あれ、下行けないんだっけ？あれ、こっからさ、下行けたよね。あ、わからん。とりあえずバス乗るか。カーウェイ邸前降りるときはバッツ。カーウェイ大佐のクーデターか。事実上ナンバーワン。てか、大統領、ん？過ぎてないか？ちょっと待って待って、過ぎてないか？ショッピングモール来ちゃったよ。丸一周してきちゃったんだけど、料金大丈夫かな？山手線理論で、別に一周ちょっとしても、一周分かかんないっていう場合の方式であってくれ。で、ここでバツ！降りまーす。降りまーす。よーし。今、下のバスかと思って下のバス見てたら、上から降りてきたんだけど、簡単にここを通すわけにはいかない。連絡は受けていますが、カーウェイ大佐はあなた方の実力を自分で確かめるまではここを通すなと。一体何を？カードゲームじゃない。町を出て北東にある名もなき王の墓絶対やべえじゃん。迫り来る壁とか来るでしょ絶対。ただ行って帰ればいいわけではありません。勇気の証か。証明のための暗号が必要。なるほど。昨日も一人ガルバディアガーデンの学生が来ましたが、名もなき王の墓の試練から未だに戻ってきます。一人か。風神雷神の線はないか。会えんのかな向こうで。それとも死んじゃってるってことか。町を出て北東で、出席番号を覚え、昨日言ったやつの出席番号を覚えてくるのが任務。目的のものは入り口入ってすぐのところに落ちています。間違っても初心者はその奥に進んではいけないって言われたらさ、進みたくなってしまうんだけど。ああ、そういうこと。×を押せば、そういうこと。×で抜けられんの。あ、シードランクが落ちるけどってことなんか金で解決できるってこと。ちょっと待って。いや、金は払わんよ。北東。あるか。待て。この岬の方か。さあ、ここか。学生2人。レビテ島幽霊みたいな感じでレビテ島でどこだレビテ島がいるってことですか。しかし、取れるのはプロテス。毒の沼があるとか。いやー、でもなんか、いいね、こういう遺跡。で、入って、押してる間だけ地図が見れるってことか。で、これを押しながら×を押したら、一応、離脱することができる。で、今は真下にいんのか。こう上に行くと剣。これ男子出席番号152以降に先に行ったら戻れない。本当に敵が出ないじゃない。割と大丈夫そうだけど。出ました。いや、強えかな。先制攻撃されて回復していない。ガーディアンフォース打っておきながら、プロテスか。放つでプロテス最初に全員に貼っとけばおそらく余裕ではありそうだったけども。 OK カード化成功。カトプレパスか。なんか思ってたんとさ、あれ私が方向音痴だから。戻れなくなった。そういうこと。この地図当てになんないんじゃないの。戻れなくなったんだけど。